ます。わかりますか？むくんでるっていうことです。ほら、いつもアミはむくんだ日は逆に一重になることが多いんですよ。なのに今日は逆になんかね、ハム目っていうんですか、二重幅の間に肉が溜まってるみたいな、みたいなんですね。ちょっとびっくりですびっくりではないけど、ほらだあやば。だからアミがショールームをしてる日に一重だったらむくんでると思っておいてください。なのに今日は逆にむくんでるはずがパンパン。おはようございます。おはよう、おはよう昨日は7時からの配信じゃなかっただけでさ、めちゃくちゃ久しぶりな感じがしますね、7時からの配信が。おはようございます、おはよう、おはようおはようございます。あ、昨日は皆さんありがとうございました。アミタンランドであの配信したんです、ショールームの後に。めっちゃ楽しかったです。またあのアーカイブ残すので待っててください。めっちゃ眠たそう。え、やんな、なんかね起きてるんですけどね、なんか目が開かへん、パッチリ。でもむくんでるときは氷とかで冷やすといいってよく言いますよね。おはようございます、おはよう。やばいな、ほんまに。なんてなんか変やもん。そう、おはようございます、おはよう。ノイダン、おはおはおはホテルってさ、寝るとき乾燥しやすいやんか。だから皆さん気をつけてくださいね。アミはちゃんと乾燥予防するのでいい感じですよ。晩ご飯何食べたの？昨日は中華を食べました。めっちゃ美味しかったです、美味しかったそうなんですよ。アミタンタン、おはよう、おはよう、ありがとう。こちらこそ旅行中に配信ありがとう、いや見に来てくださってありがとうございます。そちらは今何時ですかって、今7時5です。でもあのさ、ショールームってタイムラグが出るんですよ。アミは例えばルームスは全くタイムラグ出ないんですけど、アミがって今言ったのがこの前は8秒間タイムラグが出てた。だから最後のバイバイするときはだっけ10秒数えてから終わってます。それがポイントです。じゃないと10秒前で切れちゃうんですよ。そうなると10秒前で切れると思って10秒やるからね、やりましょう。待って、皆さんのコメントがまたさ ×2 になってんですよ。そちらは今何時ですか、そちらは今何時ですか。こちらこそ旅行中に配信ありがとうが2回来たり、なんかたまにありますよね、ショールームってね。なんでなんやろ、バグですかね。みんなみんな2コメント2つ、ユートまで2個ずつなんですよおはようございます、おはよう。あ、そうや、昨日ねマキマキちゃんが1位やったんですけど、あのおらんかったやん最後って思ってたんですけど、最後アミが壇上読んでる時に来て、なんか今やったら申し訳ないなと思ってくださったらしくて、アミタンランドで書いたんですよ。でも一応見せておきますね。ダダーン、これはアミタンランドの夢の、アミタンランド、あ、夢の国風パンダですね、これです。じゃあ上がっておきます。はい、チーズ、はい、チーズ、ありがとうございます、ありがとう。皆さん昨日さ初めて来た方はさ、昨日のさアミとさ今日の雨が違いすぎてびっくりしないでくださいね。ちょっと本当にびっくりしないでくださいマジで全然違うよな、髪型って大事。まあ顔もやけど、だって全然 目がまず違うから
近来れなくてごめんね。大丈夫ですよ、ありがとうございます。のみたん旅行中です。またどこに行ってたかはお知らせします。松岡さくらさん茶髪になってな、言ってたな、めっちゃ可愛いですよね。アミも染めたいんです。だからでもアミは茶色かな、染めるなら。まあ、アミはね、そんなね、こんなあの濃いピンクと白とかそんなには染めません。茶色ぐらいがいいですね。茶色でも悩んでるんですよね。悩んで何にって感じなんですけど、めっちゃ可愛いやんか。普通に黒髪に茶色のインナーとかも可愛い色なの見てたら。でもね、とかミルクティーみたいな色とかも可愛いけどさ、多分アミ似合わんねんな、そんな色。なのではいそう、なのでね、あのちゃんと考えてやらないとダメですね。いつも投票機能したら時差で叫んでるからね。そうよね、アミはもう結構経ったと思って投票するけど、皆さんには投票はスタートは遅れんのに終わりは一緒に終わるからね、なんかめっちゃ秒が短く感じるので、1分ぐらいやってたらいいんかな。ほんとおはよう。あ、待って、戻ってきたわ。え、コメント戻ったコメント戻った、よかったです、よかった。ちゃんと計算してるみたいな、すごいありがとう。そう、研究してます。あのね、一回じゃないけど、全然知らずにやってたんですけど、なんか時差が出るってことを知って、一回そばにタブレット置いてやってみたんですよ。そしてアミが余裕あるまで見てたら、ちゃんとほんまにね、めっちゃ時差があったから、そこからは10秒ぐらいかな言ってます。だからなんかでも最後にナミなんか多分バイバイしながら喋るんよ。それだけ入ってないかもですねそうですね。おはよう、おはよう。もう朝ごはん食べてないってまだです。今から食べに行きますね。そう、松岡さくらさん、あ、ね、え、待って、アミさん同じやつ見てる。ええ、そういうことや。あ、合ってんのか、合ってるか合っては、インデックス込み込んだ。いいなぁ、もう行きたかった、行きたかった。めっちゃいろんな方出てますよね、行きたかった旅行行きたいの。あ、じゃあ連れて行きましょうか。あ、アミタンランドに来たら旅行やから、でも夢の国と一緒なのでねいつでも行ける旅行ですよ。おはやいます、おはやいます。あ、あのな今日はな、何の日か知ってますか皆さん。何の日でしょう何の日だと思うか、分かった方はコメントしてください何の日だと思いますか。俺も旅行室、昨日帰宅しました、お疲れ様です、お帰りですマツサクさん、アミタに会いたいって少量で言ってた。え、ありがとうございます。昨日も聞きました。アミも会いたいんですよ。早く遊びに行きたいです。ありがとう。ありがとうございます。教えてくれてありがとうございます。そう、何だと思いますか？ねえ。かしわ餅食べる？ああ、そうですね、そうです、そうです。それを何の日かに変えるといいんですよ。あ、違うか、まだそこまで行ってないか。え？わからんですね。時差あるから最後の方コメント送れなかった。ああ、そっか。それは大変やな。バイバイが打てへんのか。アミタの日。あ、正解です。正解は子供の日でした。アミタの日やって。まあそういうことですね、子供なのであのね、あとで X?Twitter? 元々の Twitter にツイートするので、ちょっと待っててくださいね。あの皆さんコメントといいねよろしくお願いします。 Twitter 上がったらお願いします。
あのね、アミの丸々が見れちゃいます。ツイッターなのに、限定じゃないのに丸々が見れちゃうので、気になったらよかったら、はい、お願いします。今日はうちの結婚記念日です。結婚かな、丸々って何やろ、何やろ、でも結婚ですよねきっと。いいな、アミがケーキ作りましょうか。アミパパとママの、アミな、なんか昨日お出かけしてる時にケーキ屋さんを見たんですよ。めっちゃ可愛くて、なんか多分推し活とかに使うケーキなんですけどね、めっちゃ可愛かったんです。だからケーキの上にティアラが乗ったりしてるやつ、それを見てアミケーキ作りたいってなって、でアミ結構ね、なんかね、やりたいと思ったこと、パパってやりたいタイプなんですよ。だから例えば、まあなんか分からへんけど、だからなんかね、ケーキを見たのでケーキ作りたくなったんですけど、今アミの周り誕生日近い人おらんねんな。だからそこまで待つのもなと思って、でもさ、誕生日が近い人がおってもさ、そんなん買うやん、買うやん。でしさ、自分誕生日とかやったら作りたくないやんせっかくなら買いたいやん、美味しいのって考えたら、一番近いなんかそう記念日系って母の日やん。だから母の日にケーキ作ろうかなと思います。悩み中ですね。まあ時間と相談ですね。予定とか時間が空いてたら作ります。今の季節って何がフルーツ流行りですか。いちごってもう終わるやろ、だって多分ね。どうですね、アミタの日は何歳まで、20歳かな、多分20歳で大人やから、20歳ぐらいまではアミタの日です。ね、かわいい、ありがとう。今日ケーキ食べるのやって、今日な、どうやろう、分からへんですね。食べるなら明日ちゃうもう遅れた意味ないか、でもその日に食べんと意味ないですか、どうでしょうか。だからアミのお家ではね、あのね、一応子供の日って全部の子供やろ、全部の子供やん。だからでもさ、男の子の日ってないやろ、子供の日がそうやん。だからアミはひな祭りで結構祝ってもらうから、子供の日はアミも子供やけど、お兄ちゃんの方がまあ主役チックですね、主役っぽいです。おはようございます、おはよう。母の日はこうやなって、母の日っていつでしたっけ、5月5、それは子供の日か、いつっけな、忘れちゃったね、わからないですね。あ、今日は笹団子食べます、いいな、美味しそう美味しそう、どうしようかな、あ、ワイも精神年齢は子供ですよって、アミと一緒です、アミも精神年齢は子供です。そう、アミとは毎日お会いしてあげたいって、あ、よろしくお願いします。5月12日ほんまやな、公演やな、5月12日の公演も見に来てください、待ってるよ待ってるよ。そっか、じゃあ日曜なんかどうしよう、でも13って休みですか、ちゃうやんな、じゃあ11か、11に作るか、嫌やな、それはなんかちょっと面倒くさくなってきたので、ケーキやっぱやめようかな。普通にマカロンを作ります、ママにじゃなくて自分で、自分用まあ多分食べあげるけど別にママ用じゃない感じで作りましょうかね。あ、5月12日久しぶりに予定空いてたから申し込んだ、ありがとう、待ってますね、ありがとうございます。やっぱ笑ったらさ、むくんでるってわかりますよね。でなんか目がさ、ないもん、ノリみたい、目が黒目しか、なんか光の加減怖いな、これはやめておきます。あ、わかった、目をパッチリ開けたらいけるんです、こうやって。皆さんおはようございます
え、ほら、なんでですか？いつもこんなんじゃないですよね。え、いつもこんなんか。あまり自分の顔の笑ってる顔、そんなジロジロ見てないんで分からんな。でも多分アミもともと癖なんですよ、これぐらいで開けんの。ママに眠たそうって言われるんです。だから、おはようございます、早っ怖いな。でも乾燥するし、目が。ゴールデンウィーク中にマカロンは作りなそうかな。いや、分からへんな。6に、6って明日ですよね。もしかしたら作れるかもですね。ね、目は気がする加工あるやん。確かに。え、ショールームってでもそんな加工あるんですか？フィルターしか知らんねんけど。え、どれでやんの？どれやろ。え、どれですか？え、あった、すごい。え、待って、見てて、ちょっと見ててください。瞳、ちょっとよくわからんけど、え、あんま変わってなくない？わかりますか？これ、これ一番上の瞳です。え、わかりますか？痩せ顔、ちっちゃ顔、やばないこれ、気持ち悪い、やばい、ちょっとやめよ、なんか変やもん、やばいやばい、これは今来た人どうしたんって思うような。ちょっと戻しますね。いやいや、ちょっとで目もちょっと戻します。でも目わからんくない、そんな。あ、瞳じゃないんか、瞳は黒目の話や。やって、これが元通り。目を大きくか、うやば、見てください。え、宇宙人じゃないこれは。え、これはでも余計に眠たそうじゃない。宇宙人やん、やば、嘘やん、宇宙人ですねでかすぎじゃないこれは。普通が一番な、それはそう。これに痩せ顔したらお前宇宙人ちゃう、どうですか？我々は宇宙人だ誰ですかって。え、これアミってわからんよなアミ実はこれが本物の正体なんですよね。実は本当はめっちゃ宇宙人でした。うわ、なんか見て、現実、え、なんか悲しいなこれは。本当に、え、アミこんな、え、なんかさ、ちょっと待って、自分の顔がわからなくなってる今え、ちょっと待って、これほんまの顔ですか、もしかして。見ててください。あ、怖いですね、こうやってやったらさ、ほら戻るねん。いくで、ほら、メイクみたいですね。そんなもんですか、なんか変ですね。え、これ、あ、ほんまにこれが本当の顔なんですかね、わからんな。なん、どれが、どれが本物の顔なのか、ちょっとわからんので、まあこれでいきますもん。スッキリとかありますよ。何が変わったか分からん。トーン、あ、明るい、目が痛いわ。滑らかさ、あー、ほら、ニキビとか全部消えるんや。涙袋もなくなったで、いらないですね。クマ取り、うわすごい、ここが何もないんや。ベジャミ、クマないけどな。ほうれい線、あ、なくなったいやいや、やっぱやめよう、これちょっと怖いですわ。どれが本当な、目も分からへん。まあ一応今の段階ではこれが本物ってことにしといてください。なんか違う気もすんねんけど、昨日と顔一緒これ多分むくんでだけかな。そう、今でいる自分が本当の処分なのかって、なんか小説っぽい確かに、え、怖いな。でもアミは、え、アミね、ちょっとほんま最近怖いんですよ。あのさ、考えるんですよね最近。なんか、なんでそんなん考えるかって言ったらわからないんですけど、
なんかな、あのな、今ここの場所でもうこうやって配信するのは絶対ないやん、皆さんに。それを考えるとなんか寂しくなりないですか？えって思わへん？なんでさ、なんで戻られへんのやろと思って。わからないです、難しいですよね、ちょっとほんまに。出ない、なんで、え違うねん、なんで戻ってこられへんで、この場所にと思ったらちょっと寂しいですよね。そうちょっと怖いわほんまに。ちょっと待って、そろそろじゃあ1位の日高浩二さん書きます。12年といろいろ考えがちやって、12秒で発症中、もしかして12秒。でもまあこういう感じやから12秒ではないかな。そう、旅行行った時あるら、そうやねん、そうやねん。もうこの場所来ることないと思ったら寂しくないですか？結構ええやし、なんか寂しいね。そうなんです、そう、昔同じこと言ってるメンバーじゃないって、え、誰ですか？気になるなありがとう、アミタの日なので、鯉のぼり貝かける、わかった、わかりました、鯉のぼり、こうぼりあります、こうぼり。あ、今日はゆみさん T シャツです可愛いですよね。ちょっとずらしますね。あ、間違えた間違えた間違えた。じゃあ書きます。鯉のぼり、鯉のぼりは昨日ね画像検索したのでちょっと書けますよ。旗を書くだけですよね、鯉のぼりって。あみ、最近お正月の歌にハマってます。もういくつって、そうなんです。あ、そう、昨日これで一瞬都会を歩いてきました。都会ね、都会歩いてきた。そう、旅行行った時は自分は初めて見る景色でもここで生活してる人もいると思うと不思議な気持ちになったりする。わかる、だからいつも友達の家行って思うんですよ。とかバーバンチ行ったりしたら、バーバンチ行ったりしたら、あーバーバンチ来てるなと思うけど、逆に来訳された側ってどう思ってるんやろっていつも思うんですよね。どう思ってるんやろ、後でね、ちょっと聞きます本当にまたね、バーバン来た時に聞いておきます。え、こういうのぼりってさ、模様どんなんやったっけな。あ、かけた。そう、最近お正月の歌にハマってるんですよ。だからね、よくね、学校でもういくつ寝るとお正月って歌ってるんですよね。そしたらね、友達にね、アミちゃんの世界観が分からへんって言われるんですよね。そんな、え、アミそんな、え、しかもなんかみんなにね、アミちゃん2年中2になってクラス変わってからキャラ変したよなって言われるんですけど、 What? じゃない、全然いつもと一緒なんです。多分アミはあの言うとですね、言うとっていうか、まあ何かというと、じゃあなんかちょっとよく分からんけど、まあ多分ですけど言いたいことは、アミね、まあ分かるんですよ自分でも。もうちっちゃい頃からそうだったんですけどね、あのね、なんか初めの人にはちょっと皆さん、アミちゃんはじアミちゃんって呼んでください。一回その間にこれ撮ります。はい、撮ります。はい、チーズ、んん、ああ鯉のぼり、ありがとうございます。あ、呼んでくれてる。で、そのアミちゃんで呼んでくれてる方がほんま初対面とするやん。そしたら、あ、おはようございます、ありがとうとか、まあ友達も見てたら、あ、ヤッホーヤッホーみたいな、ヤッホーアミタンクラブちゃんみたいな感じ言うんですよ。やけど、なんかこれぐらいめっちゃなんかおしとやかきやったんです、1年生の頃。まあ猫かぶってたって感じ。
そうですね、やっぱ1年生のキャラは大事やなと思って、1年生の、ね、キャラ作りは大事と思ったから、なんか初めから飛ばしすぎたらちょっとやばいなと思って、おはよう何々ちゃんおはようとかだったんですよ、1年の頃。けどさすがに2年はちょっと何ですか、わからん、ちょっと暴走してます。まあそんなうるさくないねん、でもあみ授業中はもうほんまに周りが静かすぎるから、こうやって頑張ってで、ずっとずーっともう静かにノートに向かって書いてます。そうだけど普通もう仲良くなった子にはあみちゃんって言われたらなーにってやったりするんですよ。だからなんかそれで、まあクラス替えして、もともと1組だったんですけど、そう1組の子が1組の子もう何人かおるやん。でもな、その1組の子の中でめっちゃ仲いい子は1人しかいなかったんです。あとはまあ仲いい子がおらへんかった時は一緒に喋るけど、一緒に喋るけど、まあそんな仲良くない、一緒に遊びに行くことは仲良くない、でもクラスの中では仲いい方っていう友達がおって5、6人、その5、6人はには前まではあみちゃんおはようって言われたら、あおはよう何々ちゃんで、なんか消しゴム忘れてんだけど、あじゃあ何々ちゃん消しゴム貸してあげるみたいな感じだったんですよ。もうほんまに結構な、別になぶりっ子じゃないけどな、なんかな、なんかなんていうん、結構まあおしとやかキャラ勝手に自分で思ってるんですけどね、ちょっとまあそんなことなかったみたいですけど、だからね仲いい子にはね、えもともとあみちゃん来ないでって言われるんですよ。そうだからね、仲良くなったらそんなんなんです。だからちょっと変だよねってよく言われますね。変かパパの時もよく言われてました。でもパパとママにも変って言われます。変わってるんですよねきっと。ご機嫌よう言ってなかった、言ってたで、あのねお姫様ごっこしながら一時期友達と制服のスカートを掴んでくれて、ご機嫌ようって言いながら教室のドアを入ってました。そうそうですね、やすやさしいな、まほんまにな、でもそんなんだったんですよ。でもだから今の新しいクラスの他の子に喋りかけられたらまた、あおはようなんですよね。なんかおるやんクラス、クラスでトップみたいな子、その子たちにおはようって言ったらちょっと怖いから、まあ印象は良くしときたい、しないとあかんから、あおはようおはようございますみたいな感じ、あみちゃんおはようって声もワントーン高く、おはよう、あおはよう、こんな感じですね。はい、まあ一応社長なのであみちゃんクラブっていうね会社を、会社の評判を悪くするわけにはいかないので、そういうことですね。じゃあちょっと壇上読みます。あみはご飯食べていくので行きます。13位かよちゃんありがとうございます。12位ゴルさんありがとうございます。11位 FFF さんありがとうございます。10位てっちゃんありがとうございます。9位ベリマユさんありがとうございます。8位カニさんありがとうございます。7位継続は力なりさんありがとうございます。6位コニタンありがとうございます。5位コスモライトさんありがとうございます。4位鉄メガネさんありがとうございます。3位マボさんありがとうございます。2位オウミさんありがとうございます。そして1位はドド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 ン、日高浩二さんでした。ありがとうございました。でも皆さんに言っておきますけどもね、アミはそんなずっとこうやっておはようとか言ってるわけじゃないので、そこだけはお願いします。でもあおはようとかは言わないです。おはよう、おはよう、あ、まあいつもじゃないけど、でもおはようもういつもじゃないので、よろしくね、その間がいつも大事です。じゃあそろそろ終わりたいと思います。今日もありがとうございました。じゃあ後でツイッター上がると思うんで、いいねとコメントよろしくお願いします。じゃあ今日も楽しみますね。
いきますよ。せーの。ちょっと待って。せーの。日高浩二さん。ありがとうございました。じゃあまたね。また明日かな。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。じゃあまたね。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。ありがとう。ギャトー。バイバーイ。ありがとうございました。